つからあなたの助手になったの？私。いや、助手じゃなくて相棒かな。調子いいこと言っちゃって。それに私も彼を信じてるから、相棒としてね。じゃあ預けたわよ、私たちの命。名探偵さん、やる気満々ね、鼓動くん。ほら、探偵さんお出かけ。どっちだ。あっち。これ。サンキュー。はい。あ、はい。よかったわね、とりあえずは。灰原、何してんのよこんなとこで。それ、あなたの大好きな暗号でしょ。違うの？いや、そうだと思うけど。痛い気な少女をいつまで一人にしとく気なの？はいはい、痛い気ね。よく人のことギャーギャー言うわよね。はいはい、どうもすみませんでした。それに、あなたのそばにいないと守ってもらえないでしょ。あ、見つけた。なるほど。踏切まで下ろう。フラフラするんだろ。まさかあの背びれ。違うって、心配すんな。あなたとは長い付き合いになるそうね、江戸川君。え、おっと、向こうの棚よ。どうせミステリーでしょ。あ、ありお前らこそ二人で寄り道すんだよ。そうね、それもいいかも。え、バカ言ってんじゃねえよ。ほら、何向きになってるの、江戸川くん。無邪気な子供たちに乾杯。悪い、灰原、グラス持っててくんねえか。ちょっと、江戸川くん。まったくもう。コナンくんの場所なんてすぐわかるんだから。ね、愛ちゃん。よかったよ。はい、それかぶってあなたもスピリッツ応援しなさい。なんで私が予備のメガネ持ってきてんの、知ってんのよ。だってお前、用意いいだろ。ちょっと待ってなさい。あ、どうした、灰原。に出会った時から気づいてなかったのね。おめえの自分語り長えな。小さくなっても頭脳は同じ。ミラクルキュートのサイエンティスト。ミラクルキュート？真実はいつも一つ。